ペッパとジョージがお買い物に来ました。ペッパとジョージはお買い物が大好きです。ジョージはカートに乗るのも大好きです。ペッパも大好きです。ダディ、私も一緒にカートに乗りたいな。ペッパはもう大きいから無理だよ。代わりにお買い物を手伝って。わーい、やった。今日買うものは全部で4つよ。トマト、スパゲッティ、玉ねぎ、それとフルーツだ。私全部見つけられる。こっちよ。ペッパとジョージはお買い物が大好き。ペッパ、まずはトマトを探して。見つけたよ、あそこにある。トマトはここにゃ、マミー。ペッパ、ありがとう。1、2、3、4。じゃあそれをカートに入れて。トマトあった。えらいぞペッパ。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ、ピーゲッティ。そうだねジョージ、でももう一度言ってごらん。スパゲッティ、ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな。あそこにあるよ、こっちよ。スパゲッティ、ほらマミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。ピーゲッティ。ジョージ、違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッティ。ペッパ、次に買うものは何。ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる。ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ。違うよジョージ、次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよ。よくできました。1、2、3、4。玉ねぎ、よしいいぞ。あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え書いてあったかな。違うよジョージ、もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよジョージ、あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら。あっちよ。リンゴ、オレンジ、バナナ、そしてとても大きなスイカが並んでいます。ジョージ、どのフルーツがいい？リンゴ？オレンジ？バナナ？スイカ！ここはレジです。ここでお金を払います。トマト、スパゲッティ、玉ねぎ、スイカ、チョコレートケーキ。チョコレートケーキ？チョコレートケーキ？書いてあったかな。ペッパー、カートにチョコレートケーキを入れた？入れてないよ。ジョージ、カートにチョコレートケーキを入れたの？違う。マミーも入れてないわよ。じゃあ誰が入れたの？デザートにいいかなと思って。ダディったら。ダディ、いけないんだ。ごめんね、このケーキが美味しそうだったから。確かにとっても美味しそうね。じゃあここに書いてあったことにしましょう。チョコレートケーキ、やったペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、
そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ。じゃあ、今度はジョージが投げて、私がキャッチするね。ジョージ。おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。ガーデニング。ペッパとジョージはグランパとグランマのお家に遊びに来ました。グランパ、行くよ。行くぞ。それは何だい？ダイナソー、ゴー。おお、ダイナソーか。グランパ、何してるの？畑に種を植えているんだよ。種？種って何？種が育つと草や木になるんだ。地面に小さな穴を開けて、そこに種を入れて、上から土をかぶせてお水をあげるんだ。この庭の草や木はみんなこういう小さな種から育ったものなんだよ。あのおっきいリンゴの木も？ああ、そうとも。この一粒の種がまずは小さなリンゴの苗木に育つんだよ。
こんな風にね。そしてこの小さな苗木が育って大きなリンゴの木になるんだ。こんな風にね。あ、いった。そしてリンゴの実の中に種ができるんだ。それがリンゴの木になるんだね。その通り。グランパ、グランパ、私も種を植えてみたい。それじゃあこのイチゴの種を植えてみるかい？うん、やってみたい。この種を植えて育てると美味しいイチゴができるんだよ。まずは地面に穴を開けて、そこへ種を入れて上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか？ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも落ちないね。我慢して待たなくちゃ。ペッパ、育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。わあ、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。じゃあ何を育てたいんだい？ジョージには育てたいものがありました。ダイナソー。ジョージはダイナソーの木を育てたかったのです。無理だよジョージ、ダイナソーは木にならないんだよ。ダイナソーランチ。今日はグランマとグランパのお家でランチです。グランマピック、グランマ、二人ともよく来たわね。お昼に食べるお野菜を畑から取ってきてくれる？はい、任せて。グランパピック、グランパ。やあ、ペッパリジョージ。ここはグランパの畑。ここでグランパは野菜を育てています。ガオー。それはなんだい？ダイナソー。ダイナソーか。じゃあランチに食べる野菜を選ぼう。ペッパ、トマトは好きかな？好きだよグランパ。ジョージ、トマトは好きかな？嫌い。ジョージはトマトが好きじゃないのよ。おやおや、二人ともレタスは好きかな？好きだよグランパ。嫌い。ジョージはレタスが好きじゃないの。おやおや、ジョージが好きなものもきっとあるよ。キュウリは好きかな？嫌い。ジョージはキュウリが嫌いで、レタスが嫌いで、トマトも嫌いなのです。じゃあジョージ、
好きな野菜を言ってごらん。チョコレートケーキもうジョージったら、チョコレートケーキは野菜じゃないよ。おいしいサラダにすれば、きっとジョージも野菜を食べられるよ。まあ、トマトもレタスもキュウリも新鮮でおいしそう。まずは洗いましょう。ペッパとジョージも野菜を洗うのをお手伝い。もう綺麗になったわね。グランマがトマトとレタスとキュウリをサラダにしてくれました。さあグランパ、みんなを呼んで食べましょう。できたぞランチはグランマが焼いたピザです。サラダも食べてね。グランパが作ったトマトとレタスとキュウリよ。よし、みんな食べよう。ジョージはピザを食べました。でもジョージはトマトもレタスもキュウリも嫌いです。あらま、ジョージ、サラダは好きじゃないの？嫌い。ジョージ、ちょっとだけこのトマトを食べてごらんなさい。やだ。ジョージ、このキュウリはね、グランパがお庭の畑で育てたのよ。レタスはどうかな、ジョージ。おいしいよ。おお、泣かなくていいよ、ジョージ。ほら、見てごらん。ダイナソーの完成だ。ダイナソーかジョージはダイナソーが大好きです。ジョージがトマトやレタス、キュウリを食べています。すごいじゃない、ジョージ。ジョージ、もっとサラダ食べる？いっぱい。ジョージ、もうお腹はいっぱいかな？トマトもレタスもキュウリもいらない？ジョージはもうお腹がいっぱいのようです。ジョージ、もうお腹いっぱいで何もいらないのね。ジョージはもう何もいらないようです。あらま、じゃあジョージはこのチョコレートケーキもいらないの？チョコレートケーキ驚いた。ジョージはまたお腹が空いたみたいだぞ。私の誕生日パーティー。今日はペッパの誕生日です。まだとっても朝早いのですが。私の誕生日押して。私のお誕生日よ。お誕生日パーティーをするよ。ダディがマジックのショーをやるの。行こう、ジョージ。マミーとダディを起こさなきゃ。マミーとダディはまだぐっすり眠っています。私のお誕生日よ、押して。おう、なんだ？今何時なの？とっくに朝よ。まだ朝の5時じゃないか。そう、もう今日が始まってるの。わかったわ、お誕生日を始めましょう。やったマミーとダディとジョージからペッパにお誕生日プレゼントです。ハッピーバースデー、ペッパー。うわ、なんだろう。お人形のドレスだ。ダディが着られない。どうもありがとう。どういたしまして。テディが女の子だったとはね。ダディったら、テディは女の子よ。とっても素敵なドレス、ありがとう。どういたしまして。よこしちゃダメだよ。この後何するか知ってる？知ってる。お友達が来てパーティーをするの。ダディがマジックショーをしてくれるの。みんなマジシャンがダディだとは気づかないよ。ダディはマジシャンのアメージングミステリオだ。メージンミステリオ。そうだ、アメージングミステリオ。ダディは1週間も前から練習をしてたのよ。お友達が来た。わーい。ペッパのお友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。みんないらっしゃい。ハッピーバースデー、ペッパ。
ねえ、さあみんな、パーティーの始まりよ。ダディピックがマジックショーを始めます。ペッパー、なんていうか覚えてる？皆さんご注目、こちらがマジシャン、アメージングミステリオだ。わかった、ダディ。皆さんご注目、マジックダディです。イエーイ。まずはこのマジックから。アーブラカダーブラー。わー、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私は一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の1つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。1つ選んだかい？選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ青。違う。アブラカタブラ赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ。アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペッパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。ダディのメガネ。ダディピックはメガネをかけています。目が良くないので物がはっきり見えないのです。メガネをかけるとどんなものでもはっきりと見えます。でもメガネを外すとぼやけてしまいます。何もかもがぼんやりとしか見えません。ダディピックにとってメガネはとても大切なものです。時々ダディピックはメガネをなくします。ペッパー、ジョージ、ダディピックのメガネを見なかった？見つからないんですって。見てないよ。ペッパもジョージもメガネがどこにあるか知りません。困ったわね。ダディピッグはメガネがないとよく見えないからイライラしちゃってるの。メガネがないのでダディピッグは新聞が読めません。いやはや参ったな。これじゃよく見えないや。誰がダディのメガネを持って行ったんだ？最後に外したのはどこだったか覚えてる？外したメガネは必ずポケットにしまうんだよ。なのに入ってないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわ、ペッパ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。なーい。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。わあ。
面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピッグのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にもない。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピッグのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピッグ、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディったら。なんでこんなところに？ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから、とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。水たまり。今日は雨。ペッパとジョージは外で遊べません。ダディ、雨が止んだよ。お外で遊んでもいい？いいよ。二人で行っておいで。ペッパはドロンコの水たまりが大好き。ドロンコの水たまり大好き。ペッパ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ごめんなさい。ジョージもドロンコの水たまりが大好き。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ペッパは弟の面倒を見るのが好きです。ジョージ、他の水たまりを探しに行こう。ペッパとジョージは大はしゃぎ。ペッパは小さい水たまりへ。ジョージは大きい水たまりへ。見てジョージ、とっても大きい水たまりがある。ジョージはペッパより先に飛び込もうとします。待ってジョージ、危なくないか確かめるから。オッケー、入っても大丈夫ね。ごめんねジョージ、でもただの泥んこだよ。ペッパとジョージはドロンコの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディ、ダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う違う。
わかったぞ。泥んこの水たまりに飛び込んだんだな。そうよ、ダディ。泥んこの水たまりに飛び込んだの。そうか。二人とも泥だらけだ。ああ。大丈夫だよ。ただの泥んこだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。ただの泥んこだよ。博物館。ペッパたちは博物館にやってきました。ダディ、博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わあ、ダイナソーか。あら、マミピック。どうもミスラビット、チケットは何枚いるかしら？大人2枚に子供2枚。ダイナソーゴー。それとダイナソー1枚。ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわあ、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー。泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよ。ペッパ、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。これはクイーンのドレス、すっごく素敵だね。ほら見てペッパ、これはクイーンの黄金の王冠よ。キラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ、昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミ、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。美味しかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。ふん、それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー、ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。うわ、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガー。ジョージはダイナソーになった自分を想像しました。
ガーガーキャー、ダイナソーが来る、助けて助けて、ガーガー。このダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。ほら座って。ほんとだね、とっても素敵なお部屋。具合が悪いの。マミーとダディが朝ごはんの用意をしました。おい、朝ごはんだよ。あは、ペッパの顔に赤いポツポツがあります。マミー、私なんだか元気がないの。あらまあ、ペッパ具合が悪いみたいね。大丈夫、ドクターベアに電話しよう。はい、ブラウンベア病院です。ペッパの具合が悪いんです。顔に赤いポツポツがあるんです。ではペッパを寝かせて、すぐ見に行きますから。ドクターベアが診察にやってきました。こんにちはペッパ、気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん。映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは。先生、ありがとうございました。マミー、もう起きてもいい？ペッパ、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけど、お友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあ、スージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。ねえ。あら、ペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもし、スージー。ねえ。もしもし、ペッパ、私具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけど、お利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう。ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬、すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ。看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。こんにちはペッパ。いらっしゃい。ねえ、具合はどう？私あまり良くないの、スージー。寝てないといけないんだ。どうしたら気分が良くなる？じゃあオレンジジュースを持ってきてくれる？わかった。ペッパは楽しんでいるみたいですね。ありがとう、スージー。どう？気分良くなった？ちょっとだけ。ダニー、ママにアイスクリーム食べたいって言ってきてくれる？レベッカ、お庭から綺麗なお花を摘んできてくれる？ドクターベアがペッパの様子を見に来ました。ああ、よかった。看護師さんが先に来ていたのか。患者さんはどうかな？あの、私看護師さんじゃないの。これはごっこなの。そうか。では私が患者さんを見てもいいかな？はい、お願いします。ああ、よかった。すっかりポツポツが消えている。もう治ったよ。でもまだ病気みたい。気分はどう？もう少しベッドで寝てた方がいいみたい。なんだか庭に出てボール遊びをしたくなったな。一緒にやりたい子は？はいはい。
はいはい、私も。これは驚いたな。すっかり元気になったみたいだ。クレーの人形劇。今日はアンクルピックとアンティーピック、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピックはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピック、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピックはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパー、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はい、ダディ。アンクルピックとアンティーピックの家に着きました。アンティーピック、アンクルピック、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや、元気かい兄さん。アンクルピックはダディピックのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。うわ、お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。で、こっちは私のパパ、アンクルピック。よう、ペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった、怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた、怖いダイナソーだよ。ガー。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵、用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガー。じゃあダイナソーよ。怖いダイナソーよ。ギャー。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい？ダディが言ってたの。アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。ほうほう、あ、その通り、いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん？どうなった？ん？人形劇はいつになったら始まるんだ？学校のお祭り。今日は学校のお祭りの日です。ペッパは楽しみにしていました。
友達の猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。みんなこんにちは。こんにちは、ペッパ。学校の祭り大好き。私も。何が一番好き？ねえ、フェイスペイント。僕は風船。僕は後ろのトランポリンが一番好きだな。私は全部好き。それは賢い答えだな。じゃあまたね、ペッパー。あとでね。ジョージ、お前はどれが好きかな？ダイナソーか。あら、ジョージ、学校のお祭りにダイナソーはいないのよ。じゃあ、ダイナソーの風船を探してみよう。まあ、ダディピック、ダイナソーの風船なんてあるの？ああ、きっとあるよ。その前にジョージとフェイスペイントに行ってもいい？ああ、もちろん。ミス・ラビットがみんなの顔にトラを描いています。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミス・ラビット。ねえ。うわ、スージー、その顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあトラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ワンワン、ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くので、それからジャン、ゴー、ワーッ。ゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラって、ご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオトラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞ。ペッパ、カンガルーのをください。ライオンをお願いします。お猿さんがいいです。オウムをお願いします。はいはい、どれもありますよ。いよいよジョージの番だな。すみません、ダイナソーの風船はありますか？どうしましょう、ごめんなさい、ダイナソーの風船はないんですよ。大丈夫だよ、いい考えがある。細長い風船を2つください。みんなよく見てて。ダディピックは何をするのでしょうか？できた。これが何かわかるかな？もしかしてカンガルー？違うよ、これはダイナソー。その通り、ダイナソーだ。風船でダイナソーを作ったのです。ガオー、ダイナソー。次は後ろのトランポリンね。ペッパはトランポリンで飛び跳ねるのが大好き。みんなもトランポリンが大好きです。こんなに楽しいお祭りは初めて。パンケーキティータイム。マミーピッグから嬉しいサプライズです。今日はパンケーキを作るわね。パンケーキか、おいしいんだよな。パンケーキだ。みんなパンケーキが大好きです。パンケーキをひっくり返すのは得意なんだ、任せておいて。本当に大丈夫？この前はパンケーキを床に落としてイライラしてたけど。イライラなんかしてないよ、フライパンの調子が悪かったんだ。
マミ、パンケーキ作るのお手伝いしてもいい？それじゃあ一緒に生地を作りましょう。まずボウルに小麦粉を入れるわね。次に卵、牛乳を入れてよくかき混ぜるの。マミ、かき混ぜていい？ええ、いいわよ、ペッパ。ペッパはかき混ぜるのが大好き。ジョージもかき混ぜたいようです。ジョージ、こうやるのよ。はい、それぐらいでいいわよ。マミーがパンケーキを焼くから座って待っててね。マミーピッグがパンケーキをひっくり返します。すごい。もっと高く放り上げなきゃ。じゃあ自分の分を焼くときにやってみせて、ダディピッグ。1枚目はジョージの分。マミーピッグがパンケーキにシロップをかけます。おいしいね。これはペッパの分です。すごい。もうちょっと高く放り上げないと。だったら自分の分を焼くときにやってみせてちょうだい、ダディピッグ。シロップかけて。うん、おいしい。これはマミーピッグの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピッグの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ。私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2の3、それ。こりゃ美味しいね。風の後ろ。今日はみんなでお出かけです。ペッパ、ジョージ、今日はみんなで風のお城に行くぞ。風のお城って何？高い丘の上にあるお城だよ。ジョージはお城が大好き。風のお城って女の子には楽しくなさそう。いや、きっと気に入るよ。お城のてっぺんからは遠くまで見渡せる。グランパたちのお家も見えるぞ。うわ、早く行こう。ダディが地図を見て、マミーが運転する。大丈夫、ダディピッグ。あなたいつも道に迷うし、イライラするでしょ。迷ったりしないし、イライラしたりもしないよ。では、風のお城に出発。ねえ、まだ着かないの？まだまだだ。ゲームでもしようか。うん、やりたい。じゃあ、アイスパイゲームがいい。よし、ダディから行くね。ダディピッグが何かを見てヒントを出し、みんなはそれが何かを当てます。
ダディが見っけ、それは赤い色をしています。赤？私の服、これ赤だよ。違う、ペッパの服じゃないよ。うん、車だ。大当たり、赤い車だ。次は私、行くよ。ペッパが見っけ、それは青いものです。うん、ジョージの青いシャツ。違う。それは車の中にあるもの？違う、降参。降参だ。お空、青いお空だよ。私の勝ち。ダディピッグ、今どこかわかる？もちろんわかってるよ。わかってはいるけど、この道路なんだか地図と違ってるみたいで。やだダディピッグ、迷ったのね。迷ってはいないよ。じゃあここからどうやって風のお城に行くの？ちょっと待ってよ。そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとうグランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城？そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。やったー。ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう、てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミー、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。グランマ、グランパ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの、見えるわけないよ。そうだ、電話してみましょう。もしもし、グランパピーク、今風のお城からそちらを見てるんです。手を振って。グランマとグランパが手を振ってる。風のお城大好き。ダディ、写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん。壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピッグが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。
これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよ、ダディ。そうだな。一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよ、ダディ。大丈夫だよ、ペッパー。すぐ抜けるから。うわ、もうダディ、本当に首を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ、早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やったでもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピッグは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの。別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの。ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。いいわ、マミーは名人じゃないけどこれくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。しっ、ペッパー、それは内緒だ。バレエのレッスン。今日は初めてのバレエのレッスン。教えてくれるのはマダムガゼルです。あらまあ、あなたがペッパピッグね。私が先生のマダムガゼルよ。こんにちは、マダム。まあ、可愛らしいこと。今日が初めてのバレエのレッスンね。みんなと一緒に楽しみましょう。後で迎えに来るわね。バイバイ。楽しんでね。ペッパの友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。皆さん、今日から新しい仲間が増えますよ。ペッパピッグです。さあペッパ、みんなのところへ行って。みんなよろしくね。よろしくペッパ。始めますよ。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます。プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ。プティジュテ、優雅に美しく。プティジュテよ。優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて、美しい白鳥になった気持ちでね。
皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ワンワン。ねえ。ミャオ。ねえ。まあ。ねえ。ねえ。優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き。みんな踊るのが大好きです。マミー、マミー。白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。マミーだけじゃなくて、ダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。難しいんだろ。私はすぐにできたよ。でもダディやジョージやマミーにはすっごく難しいと思う。まず音楽をかきます。よろしい。それじゃジョージ、ダディ、マミー、みんな私の真似してね。マダムガゼルは変なこと言ってたけど、いい？ただこうやって膝を曲げてからジャンプするの。ああ、それはプティジュテだ。ダディ、なんでその言葉知ってるの？マミーとダディはバレエが得意だったんだ。ダディピック、気をつけて。一番好きだったのはパドドゥだ。それ！前はこうはならなかったのに。ダディピックったら。バレエはペッパに任せた方が良さそうだな。そうだよ、私が一番上手だもん。私は美しい白鳥よ。グランマピックとグランパピックはペッパとジョージのために宝探しの準備中です。グランマピックは宝の地図を描いています。グランパピックは庭に宝物を埋めています。グランパピック、終わりました。もうすぐペッパとジョージが来ちゃいますよ。そう焦らんでも平気だよ、グランマピック。ペッパたちがやってきました。グランパピック、急いで、もう着きましたよ。おう、もう終わるよ。なんとか埋め終わったようです。グランパピック、こんにちは。グランパ、二人ともよく来たわね。グランパピック、グランパ、よう来たな、皆の衆。ペッパ、ジョージ、今日は宝探しをしましょう。庭のどこかに宝物が埋まっているんだよ。うわー、宝物？どこにあるの？それを自分で探すんだよ。これが宝のありかの地図よ。ジョージには海賊の帽子をあげよう。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい、地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて、瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ、見て、瓶を見つけたよ。すごいぞ、ペッパー。どれどれ、なんだって？おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。うん、この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。
いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出してその鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。じゃあ宝物はここだね。よし、掘ってみよう。おかしいな、掘っても何も出てこないぞ。ちょっと待った、この下に何かある。うわ、宝物だ。すごい、すごい、よく見つけたな。この鍵で開けるね。うわ、これはすごい、金のコインじゃないか。かなりたくさんあるぞ。いや、ところがどっこい、これは金のコインじゃないんだよ。ほらな、中身はチョコレートだ。チョコレートのコインはみんなに一つずつよ。やったペッパとジョージはチョコレートのコインが大好き。グランマ、グランパ、宝探し、とっても楽しかった。お片付け。ペッパとジョージが子供部屋で遊んでいます。ジョージ、お人形とダイナソーで遊ぼうよ。ガオあれは何？悪いモンスターみたいで怖い。ダイナソー、ガオいやー、ダイナソーよ、助けて、助けて、ガオ助けて、助けて。リビングではダディピックが新聞を、マミーピックが本を読んでいます。助けて、助けて。一体何をしてるんだ。助けて、助けて。ガー、ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ。ガー、ずいぶん騒がしいな。助けて。一体何をやっているの？さっきから何の音？何なのこの散らかったお部屋は？おもちゃにつまずいて転んだらどうするの？その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか。じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違うちょっと私も散らかしちゃったかもじゃあダディはジョージを手伝うから、マミはペッパーを手伝って。お片付け競争ね、女の子対男の子。それはいい、どっちが早く片付くかな。行くぞ、よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもんほらね。あれ、なんだろう。テディ、ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れてここね、次はゴホ片付いたこれは何なんだろう。ダイナソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。おこれはティラノサウルスって言うんだよ。ティラノサウルスいいぞジョージ。おお、こっちはブロントサウルスだ。ブロントサウルスそうだよ。そしてこれはトリケラトプスだ。トリケラトプス
よく言えたね、ジョージ。ジョージはダイナソーが大好きです。ダディ、ジョージ、お片付けしてないじゃない。競争に負けちゃうよ。ああ、そうだった、競争だ。さあジョージ、これを本棚にしまって。ダディ、そっちはお片付け進んでないね。マミーと私の勝ちみたい。いや、勝つのはこっちだよ。こっちの勝ち。違う、私たち。みんなの勝ちよ。見て、すっかり綺麗になってる。やったお部屋はすっきり。みんなよくやったな。マミー、お部屋のお片付けが終わったから、お人形とダイナソーでまた遊んでもいい？いいわよ。さっきの続きをして遊んだら？やったー！お人形はどこだろう？ミスターダイナソーは？見つけた！ゴー！ダイナソー！あー！ダイナソーよ！助けて！助けて！おやおや、また散らかってしまいました。あれ？あれ？まあ、一瞬だけでも片付いたもんな。ダイナソーはどこ？ジョージのお気に入りのおもちゃはダイナソー。ダイナソー。ジョージはダイナソーが大好き。ガオー。ダイナソーでペッパを怖がらせることもあります。ガオー。じゃあ怖いよ。夕ご飯の時もジョージの隣にはダイナソー。ちょっと聞いてもいいかしら？今のはジョージ？それともダイナソー？ダイナソー。ジョージはお風呂もダイナソーと一緒に入ります。ガオおやすみペッパ。おやすみマミ。おやすみジョージ。おやすみダイナソー。ガオ。眠る時もジョージはダイナソーと一緒です。ジョージのお気に入りはダイナソーを高く高く放り投げて、えい、落ちてきたところをキャッチする遊びです。えいえいペッパとダディはゲームをしています。ダディ、私の勝ち。おお、すごいじゃないかペッパ。ジョージ、ジョージ、一体どうしたの？ダイナソー。ジョージ、ダイナソーがいなくなっちゃったの？ジョージはダイナソーをなくしてしまったのです。大丈夫よジョージ、ダイナソーはきっと見つかるわ。となると探偵さんの出番だな。ダディ、探偵さんって何？探偵さんっていうのは人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私物を探すの上手よ。よし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら？ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった、私どこにいるかわかった。ジョージ、いつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ？だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ、わかった、ダイナソーはきっとあそこにいるよ。ジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ？だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ？それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。
はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ。じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな。あそこにいたダイナソー、私が先に見つけたのよ。よくやったね、ペッパー。ペッパーはとてもいい探偵さんだ。ダイナソー、ゴー。ジョージはダイナソーが戻ってきて、とってもご機嫌です。木のそばでダイナソーと遊ぶのはもうやめた方が良さそうだね。ダイナソー。お眠なプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともお休みなさい。マミー、ダディ。なに、ペッパ。私眠くないの。お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること、約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさい、マミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて、鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんとかわいい。お城には他に誰がいるの？あ、そうだな、お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか。ああ、そうだった。ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわーうわーうわー。へー。あらま、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん。そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ、失礼、ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのはこのお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ、全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて、お話最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたからすっかり疲れてしまったんだ。はあ、ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。
お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1、2、3、4、5、6、7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10。隠れたかな？行くよ。ペッパはジョージを探します。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃあすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1、2、3。マミーが数えてあげるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいわよ、ジョージ。目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ？ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな？ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう？カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう？ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？いくよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう？ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ見っけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。お留守番。
マミーピックとダディーピックがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピック、グランパピック、グランマ、グランパ、2人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほら、ベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさい、マミ。おやすみなさい、ダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はい、マミ。本当にいい子たちだこと。マミーピックとダディーピックが出かけて行きました。ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミーピックに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ起きてる？一体何の音でしょう。ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。ペッパ、ジョージ、起きてるの？あらま、驚いた。もう寝てたのね。そうか、それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあ、テレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。はぁ、このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうで、いや、随分と重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうで。次私。それ。もっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。ほら、捕まえちゃうわよ。マミーピックとダディーピックが帰ってきました。二人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい？子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだ。変装ごっこ。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろ。箱には古い服が入っています。うわぁ、これダディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい、ダディの帽子、それとダディのコート。
こんにちは、タディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。タディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とってもきれいよ、マミーピック。さあ、タディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん。私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは。こっちはタディピックよ。ジョージ。あら、こんにちは、ダディピッグ。ちょっと失礼。私、仕事があるの。もしもし。そうよ。あれとこれお願いね。違うわ。ありがとう。さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でも、ジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピッグ。すぐ終わるから。はい、おしまい。さあ、ダディピッグ、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピッグにダディピッグ。さよなら。ダディピッグは庭で穴を掘っています。やあ、ペッパ。やあ、ジョージ。ペッパじゃないよ、私はマミーピッグ。こっちはダディピッグ。ダディピッグは仕事をしに来たの。それは助かるよ、ダディピッグ。でも気をつけて、深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあ、アイスクリームよ。アイスクリーム？ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあ、ペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないなら、これは。ここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミ。私たち、マミーとダディに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。プレイグループ。ペッパとジョージはプレイグループへ向かっています。ジョージは今日が初めてです。ジョージ、プレイグループへ行くの楽しみだろ。ダディ、私のプレイグループにジョージはちっちゃすぎるんじゃない？大丈夫だよ、ペッパ。ペッパもついてるし、ダイナソーも一緒だからね。ゴー、ダイナソー。私、おっきい子たちと遊びたいの。ジョージやダイナソーじゃなくて。おやおや、ペッパはジョージに来てもらいたくないようです。さあ、着いたぞ。ダディ、本当にジョージも一緒に行くの？大丈夫だよ。わかった。ジョージ行こう。じゃあね。
みんなのお世話をしてくれるのはマダムガゼルです。おはよう。私の弟のジョージです。おはよう、ジョージ。ねえ、ねえ、ねえ、私もジョージみたいな弟が欲しいな。本当に？どうも、僕はダニードッグ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオー、ダイナソー。それ最高だね。ダイナソー、ガオー。ダイナソー、ガオー。あら、怖いわね。ジョージ、最高だね。ジョージは私の弟。本当最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ。その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら。私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー。最高だね。それじゃあ、このジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。パパやママ、おじいさんがみんなを迎えに来ました。またジョージを連れてきてもいい？ええ、また素敵な絵を描いてもらいましょうね。ジョージ、次はどんな絵を描いてくれるの？ダイナソー、ゴー。またダイナソーを描いてくれるのね。今度はみんなにダイナソーの絵の描き方を教えてね。それ最高。ほんと、最高だね。最高。新しい靴。ペッパとジョージは庭で遊んでいました。ペッパ、靴はどうしたんだい？あれ、なくなっちゃった。大丈夫、きっと見つかるわよ。お庭にあるんじゃない？探してみましょう。はい。みんなでペッパの靴を探します。マミーピッグは花壇の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないわ。ダディピッグは手押し車の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないな。ペッパとジョージは植木鉢の中を探しますが、やっぱり靴はありません。ない。庭中を探したけど、ペッパの靴はどこにもないようだね。ペッパの靴が消えてしまいました。どうしよう、靴がなくなっちゃった。困ったわね。でもあの靴は古くなっていたから、新しいのを買いましょう。お買い靴にしてもいい？マミー、もちろんいいわよ。ジョージ、新しい靴を買ってくれるって。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわー、赤
ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるなジョージ。ダディダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ、二人ともおやすみなさい。おやすみマミン。おやすみダディ。ああ、おやすみペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピックとダディピックが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージは濡れた草むらに飛び込みます。おやおや、ペッパも濡れた草むらで遊びたいけれど靴を汚したくありません。ダメだよ、私は一緒に遊べないよジョージ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。ペッパも泥んこの水たまりは大好き。でも靴を汚したくありません。マミーもダディもみんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ペッパはどこへ行くのでしょう。ペッパが長靴を履いています。わーい、水たまりで遊ぶなら長靴を履かないとね。暑い夏の日、太陽が照りつけて今日は暑くなりました。よく晴れて暑いわね。ペッパとジョージは長靴を履いてドロンコの水たまりへ。ドロンコの水たまり大好き。あれ？おやおや、日差しが強いので水たまりが乾いてしまいました。マミー、ダディ、水たまりが全部乾いちゃって飛び込めないの。大丈夫よペッパ、今日は暑いから代わりにビニールプールで遊べばいいわ。やった、ビニールプール。それじゃまずは水着に着替えないとね。はい、マミ。ペッパとジョージが水着を着てきました。マミーピックも水着を着ています。そしてダディピックも水着を着ています。日差しが強いから日焼け止めを塗りましょう。ベタベタして気持ち悪い。それくらい我慢しないと。そうよ、今日はみんな日焼け止めが必要ね。おう。行こうジョージ。ビニールプールに空気を入れるぞ。ダディピックが空気を入れます。朝飯前だよ。ペッパがホースを構えるとマミーピックが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。
暑い時期、ミス・ラビットはアイスクリームを売っています。マミー・ダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミー・ピックとペッパにジョージ。どうも、ミス・ラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さて、ジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら、ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとう、ミス・ラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピックは暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわね、ペッパ。うわ、なんだなんだ。赤い顔して暑そうだったからお水をかけてあげたの。ああ、そうか、ありがとうペッパ。見て、水たまりができてる。行くよジョージ、長靴を履いてこよう。ペッパとジョージが長靴を履いてきました。二人が何よりも好きなのはやっぱり水たまりで飛び跳ねることです。雪。ペッパとジョージはとてもワクワクしています。雪が降っているのです。マミー、雪で遊んできてもいい？いいわよ、でもお外はとっても寒いからあったかい格好をしてね。やったー。帽子とマフラーと手袋も忘れずにつけていくんだよ。外はとっても寒いのでペッパたちはしっかりと帽子、マフラー、手袋をつけます。行くよジョージ。ペッパとジョージが雪に足跡をつけていきます。ペッパとジョージは雪に足跡をつけるのが大好き。おやおや、面白くないでしょ。ジョージ、雪合戦しようよ。雪を丸めてボールにします。ペッパとジョージは雪遊びを楽しんでいます。待って、逃がさないわよ、コブタちゃん。うわ。おやおや、ちょっとやりすぎてしまったようです。ごめんね、ジョージ。ジョージ、雪だるまを作ろうよ。ペッパとジョージは雪だるまを作っています。まずは体から。ジョージ、これが雪だるまの体ね。次に頭を作ります。あとは腕と目とお口ね。ジョージは小枝を拾ってきて腕をつけました。
ペッパは石を拾ってきて目と口をつけます。お顔ができたよ。あとは鼻もつけないとね。ペッパが持ってきたのは人参。雪だるまの鼻になりました。雪だるまも嬉しそうです。でもちょっと寒そうかも。雪だるまさんもあったかい格好をしないとね。ジョージが雪だるまに着せるものを見つけてきました。雪だるまは帽子とマフラー、手袋をつけました。マミーダディ、ほら見て。マミーも帽子とマフラー、手袋をつけています。まあ、こんな素敵な雪だるま初めて見たわ。ダディピッグは寒そうです。帽子もマフラーも手袋もつけていません。ダディ、ね、どうして帽子もマフラーも手袋もつけてないの？全部どこかに行っちゃったんだ。探しても見つからない。ダディの帽子とマフラーと手袋ならここよ。ダディの帽子とマフラーと手袋は雪だるまがつけています。なんと。テディとピクニック。今日は家族みんなでお出かけ。ダディがピクニックの用意をしました。ペッパ、ジョージ、もう準備はできた？できたよ。テディを連れてくの。ダイナソー、連れて行ってもいいけど、ちゃんと面倒見てね。はい、マミー。準備はいいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあ出発。ダイナソー。ジョージはダイナソーを置いてきてしまいました。まあ、ジョージ、もっとダイナソーのこと大切にしてあげないとね。ダイナソー、みんな今度こそ準備はいいかな？本当に忘れ物はないかな？はい、ダディピッグ。ダディ、ダディ置いてきちゃった。どこに置いてきたと思う？多分、キッチンのテーブルの上。ペッパー、ちゃんとテディの面倒を見なさい。テディ。それじゃあもう一度、みんないいかい？はい、ダディピッグ。出発だ。ピクニック場に着きました。着いたぞ。わーい。あー、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？はは、いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことなら、みんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナソー、ゴー。私おもちゃのピクニックセットも持ってきたから、ピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてるといっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあこれオレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキね。はい、これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。うん、美味しい。うほほ、モンキーがね、こんなに美味しいケーキ初めてだって。ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあゾーイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ？
テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。ペッパたちはお家に着きました。はあ、たくさん運転して疲れたよ。少し休もうかな。横になってテレビでも見て。テディを置いてきちゃった。ペッパったら、またダディが運転して取りに戻らないといけないじゃないの。じゃあ行ってくるよ。郵便局のゼブラさんだ。どうもゼブラさん、今日はお休みでは？そうなんですけどね。ゾーイがペッパピッグさんに特別なお届け物があるというもんでね。はい、これペッパに。なんだろう。テディだ。ペッパがテディを置いていったから私たちが連れて帰ったの。ありがとうゾーイ。今日はテディは大冒険をしたみたいね。でもペッパ、もっとちゃんと面倒を見てあげないとダメよ。はいマミ。テディなんていけない子なの。一人お出かけしちゃダメでしょ。もうしないって約束よ。ごめんなさいペッパ、もうしません。